ワールドカップ直前の強化試合、エクアドル戦、日本のビルドアップにおける課題が露呈。この動画では、その象徴的場面をまとめました。エクアドルの守備組織は442。日本は4231。日本のセンターバックは、相手2トップに前を塞がれることで、前方に対するドリブル、さらにダブルボランチへのパスコースを遮断される。そうなると、サイドバックへパスを出すことになるが、これに対し、エクアドルはスライドで対応。この構図は、日本が前回の親善試合アメリカ戦で仕掛けたプレスだ。センターバックにプレスをかけ、サイドバックにボールを誘導。そしてそこで奪う。日本は自らが仕掛けたプレス戦術の解決策を持っていなかった。この場面でも同様。日本は狙いのないパスをつなぎ、解決策は持っていない。ただただ無駄なパスをつないでは、時間を無駄に浪費する。そして最終的に苦し紛れのパスをサイドにつなぎ、そこを狙い撃ちされる。では2トッププレスに対してどうすればよかったのか。その答えはエクアドルが知っていた。日本はアメリカ戦と同様、そしてエクアドルと同じく、この日も2トップでのプレスをかける。これに対してエクアドルは中盤の1枚が降り、3バックを作る。そしてもう1枚の中盤が2トップ間のゲートに構える。こうすることで終始安定したビルドを遂行し、日本は効果的なプレスをかけることができない。ツートップに発生する3つのゲート。エクアドルは中盤が降り、3バックを作ることで、全てのゲートにボールを通すことが可能となる。ツートップでは3つのコースを全て埋めることはできない。明らかにエクアドルは戦術的に日本を上回った。個によるサッカーを主体に戦う日本、戦術を取り入れたエクアドル。その違いは存在する場所、つまりポジショニング。ただそれだけだ。有能な選手も不利な状況下では能力を発揮することはできない。この場面、日本の中盤田中が相手2トップの後方に一時的に降り、瞬間的に3バックとなった。エクアドルの2トップは機能不全を起こし、プレスは沈静化。そして谷口の前方に大きなスペースが発生。だがパスを谷口に渡し、田中はすぐに中盤に戻る。ボールを受け取った谷口は前方のスペースへボールを運ぼうとせず、ロングボールを蹴った。日本も偶発的にこのように3バックを作る場面がある。だがそれは一時的なもので、降りたボランチはすぐにまた上がる。そうなるとセンターバックは後方をボランチに任すことができず、前方に準備されたスペースにボールを持ち運ぶことができない。もし持ち運ぶことができれば、より多くのパスコースが存在する。日本の中盤の選手はポジションに対するしがらみがあり、迷いがある。日本が一時的に作る3バックは、ボランチがポジションに引力を感じているため、センターバックが低く、中盤が前に存在する形。だが効果的な3バックとは、エクアドルのように中盤が担当する頂点がセンターバックよりも後方に位置する。同じ3バック、同じ三角形とはいえ、日本のそれと比較すると頂点の位置が真逆のものとなる。この構図によりセンターバックはポジションを捨て前進することが可能となる。そして広がったセンターバックへのパスコースは足元に対するものではなく、その前方のスペースに対するものとなる。日本はこの後も終始ビルドアップに苦労した。サイドの限定されたパスコースにボールを逃がし、何度も作り直す。そして作ること自体をやめ、可能性の薄いロングボールを狙う。多くの時間を費やしたところで解決策を見出すことはできず、時間ばかりが経過。日本の戦術力や連携は致命的であり、持ち前の個の能力を生かすことはおろか、このような不利な噛み合わせでは試すことさえできていないと言える。逆にエクアドルは論理的な人の配置とボールの配球により、強引な突破やフィジカルを駆使することもなく、安全にシンプルな技術でボールを運び、日本コートで多くの時間プレーした。スコアレスドローだが、それは作ることができない日本がゴール前を人で埋め、守り続けた結果に過ぎない。後半になっても同じこと。チームは修正策を見出せず、前半と同じ時間を過ごす。そしてエクアドルは効果的な戦術変更のない日本に対し、同じ組み立てを遂行した。だがこの試合において一筋の光となったのは、後半投入された遠藤。遠藤は後方に降り、積極的に3バックを作った。だがそのポジショニングにはまだ迷いが見られる。より大きく下がることで余裕を作ることができ、相手ツートップをブロックから引き剥がし、センターバックに対しツートップ脇を大胆に使わせることもできた。日本はこの試合で戦術力の低さを露呈した。だがそれは知識の差だ。選手の技術やフィジカルに疑いはない。そして知識とは知っているか否かのものでしかない。残された強化試合はあと1試合。11月17日カナダ戦。このチャンネルではカナダ戦やワールドカップの日本の全試合、さらには他国の注目試合までライブ分析を行います。そして試合後にはこのような分析動画も投稿いたします。お気に召した方はライブや分析動画の通知をお見逃しないよう、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 GOAT FC ソシオのご紹介。史上最も戦術的なクラブを目指して2022年に立ち上げた GOAT FC は、創設資金をクラウドファンディングに手募りました。おかげさまで目標額を大幅に達成、ありがとうございました。当初数人からスタートしたこのクラブは、今では戦術に重きを置く17人の選手が在籍。これにより11人制の試合にも参加できるようになり、日々戦術の向上に努めています。試合の様子はスタンダードソシオコンテンツとして公開。また週1約2時間ほどの戦術会議はタクティカルソシオで公開しています。濃すぎるほどの内容はきっと多くの選手の戦術理解力の向上にもお役立ちいただけると思います。今ならソシオ入会で GOAT FC オリジナルステッカーをもれなくプレゼント。創設したてのこのチームは追加選手も募集しています。詳しい情報は概要欄から。GOAT FC のホームはオンラインです。皆様応援よろしくお願いいたします。